はい、こんにちは。3月24日11時半になりましたんで、ドル円相場解説の方ね、続編をやっていきますね。朝お話ししたところによると、こういう風な形でね、ゾーンが展開されて、まあなんですかね、レンジオプションができてますんで、こういう風に来てるじゃないですか。で、この伸びがですね、ここを突き破って上に行くようなら買いで入りましょうっていうのが第一仮説でした。でもそうならなかったんですよね。上のこのね、なんだろうな、ラインで跳ね返って下の方に行きましたんで、まあ上級者の方はここから入って現在大きな含み益を抱えている状態だと思います。中級者の方はね、この辺で、下に反転したのを確認して入ったと思いますので、まあ今ね、わずかな含み益を持ってると思います。で、初心者の方は、ここを突き破ったのを確認して、売りに入ってくださいね。じゃないとダメージ食らいますから。上級者の方は、やっぱりね、リスクリワード、それからリスク管理できてるんで、この根っこから入ればいいんですよ。で、中級者の方は、それに比べると、そこまでのね、準備方ができてないと思いますんで、伸び始めたのを確認してから、後追いで入ってくださいってことですよね。初心者の方は、しっかりと方向性が決まった後で、ブレイクしたところを見て入るということでございますんで、利幅はちっちゃいんですけどもね、でも、まあ、損は小さいですから、リスクなくトライしていけるんではないかなと思います。まあ、以上のような形でね、皆さんポジションを持たれていると思います。で、初心者の方はもうちょっと待ってくださいね。以上のような形になります。引き続きよろしくお願いします。